まずはですね、今回の音作りについてポイントを踏まえながらざっと解説したいと思います。ボーイといえばジャズコーラスということで、今回ですねバイアス FX に収録されているジャズコーラスモデリングで基本となるクリーンを作った上でアンプ前段のオーバードライブとブースターで歪ませています。まずジャズコーラスに関してはですね、パワーアンプのマスターをここをプッシュして高域のジャキジャキ感を出しています。これまでアップしている音作り動画でも話していますが、アンプの音作りではゲインとマスターのゲインバランスがとても大事になってきます。で、バイアスエフェクト2のですねジャズコーラスは、ここのゲインがですねサウンドの太さ、マスターがですね高域を中心としたジャキジャキ感になっています。今回ですねジャキッとした感じを出したかったので、ここのですねマスターをプッシュしていますが、もしですね太さが欲しければゲインをプッシュするなど自分がイメージするサウンドを得られるように、まずはですねゲインバランスを調整してください。ジャズコーラスだけでは歪まないので、ジャキジャキ感が残るギリギリまでオーバードライブで済ませています。で、正直ですねオーバードライブだけでも問題はないんですが、今回はブースターも同時に使っています。オーバードライブだけだと若干腰高なサウンドになってしまうので、ブースターで中低域にピークを持たせることでサウンドの重心を落としています。この辺はですね好みに関わってくるので、使っても使わなくてもどちらでも構いません。次にですねブリッジミュートのズンズン感の補強としてコンプをかけています。コンプをかけることでブリッジミュートが強調され、全体のサウンドもややザクザクっとしたサウンドになります。あまり深くかけすぎるとコードを弾いた時にきつめにコンプがかかってしまって抜けの悪いサウンドになってしまうので、あくまでも右手の補助として薄くかけるのが理想です。アンプの高段の EQ では全体のトーンを調整しています。太さを出すために 250Hz、 抜けを出すために 2kHz 周辺をブーストしていますが、ここでのポイントはですね中低域を担う 500Hz の扱いです。今回ですねドラムやベースの兼ね合いや中域のジューシーさを残したかったので 500Hz は削っていませんが、例えばですねケースオブボーイのようなややザクザクっとしたサウンドを目指すのであれば 500Hz を少しだけ削っておくのがですねいいと思います。 EQ で全体のトーンを調整したら、次のコーラスでサウンドに揺らぎを加えています。ボーイの活動時期によってコーラスのかかり具合がですね大きく変わる印象ですが、今回ですねかかっているかかかってないかぐらいの感じで薄めにコーラスをかけています。で、今回はですね、ボス CE1 モデリングを使っています。これはですね、ジャズコーラスのコーラス部分を抜き取ったようなエフェクターで、味わい深いアナログコーラスを得ることができます。また、ジャズコーラスのコーラス部分と一緒で、コーラスとビブラート、どちらかのモードを選択してかける形になります。で、今回はビブラートモードによって、ごくわずかな音の揺らぎを加えています。ボーイ初期から中期にかけての、割とコーラス強めのサウンドを鳴らしたいのであれば、コーラスモードを選択すると、似たような雰囲気が出せると思います。で、最後にディレイで残響を加えています。ボーイ時代のですね布袋さんはディレイタイムを 365ms に設定して使っていたようなので、今回はそれに近いディレイタイムに設定して使っています。バッキングの音作りはこんな感じですね。ギターソロとかのリード演奏時はもう少しサウンドの深みと張りが欲しいので、グライコレをブーストしています。
ブースターとして使う EQ の置き位置はですね、アンプの直前、EQ の設定もですね、レベルのみ上げるフルレンジブースターとして使っています。ペダルエフェクトの中で、ブースターの置き位置で悩む方がいらっしゃるかもしれませんが、歪みペダルの前に置くと、後ろにつないでいる歪みエフェクターの歪みが深くなり、歪みエフェクターの後ろに置くと、純粋に全体の音量が大きくなります。要はですね、歪みペダルの質感を色濃く出したいのか、そうではなくてですね、単純に音量を上げたいのか、それでブースターの置き位置が変わってきます。今回ですね、純粋に音量を上げたかったので、歪みペダルの後ろ、アンプの直前に EQ を置いています。さらにオクターバーで1オクターブ上の音をうっすら混ぜています。ボーイサウンドではオクターバーやピッチシフターはですね、切っても切り離せないエフェクターで、これによって独特の厚みやきらびやかさを出しています。ボーイのような音を作る上では常時かけっぱなしが基本だと思いますが、今回はギターソロにのみオクターバーで1オクターブ上を足す使い方をしています。